負けた。でもよ、一回負けられないで。自分諦めますよ。諦めたまるか。あの、内藤哲也が返事してくれたんだ。俺は、あいつと同じブロックで、自分諦めますよ。戦う。そうそう、日本チャンピオンと当たる機会なんてないんだから。俺は絶対諦めない。諦めない。今こういう時期だから G1 クライマックスについてでも語ろうかな、うん、最後に出場したのが2017年の夏。その年に1勝しかできず、2018年左膝の靭帯怪我により欠場。そして2019年は当たり前のようにエントリーされてなかった。そういう経緯を乗り越えて今年2020年の G1 クライマックスをそろそろ迎えようとしている。いろんな部分で俺にとっても試練だと思うし、どうなるかなんか全然分かんないけどさ、ただ希望はちゃんと持っている、持っていたい。そしてそれに応えるだけの力は自分で持ってると思ってる、それは冷静な、今冷静に考えて普通に喋ってる状態でそういうふうに発言ができるから、やっぱり新日本プロレスで戦っている以上そういうチャンスは自分の中ではこなしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。昨日、ちょっと新居しか見てないって言って、結果ちょっとそのシングルしか見なさすぎた結果、やっぱちょっと、タッグはやっぱりタッグで、頑張っていかないといけないなって、それも感じたし、自分の目線としてはやっぱり本当にシングルマッチ G1 に向けて、向いてるんだけど、でもそれだけじゃないなっていうのを感じたんで、一つ一つやっぱり大切にしていきたいっていうのを、やっぱタッグマッチはタッグマッチでちゃんとして、シングルはやっぱシングルなんだなっていう、そこを今日経験できたんで、一つランク上がったかなと。また、ここに来てね、一個上がったっていう、遅いけど自分の中では一番、早いステップアップだと思ってるんで、この負けたけど、気持ちを切り替えて、タッグはタッグ、シングルはシングル、それでやっていきたいなと、気持ちは変わらないですよ。まだ発表されてないけど、全然出るつもりでいるんで、やりますよ、やるだけ。毎日の発言を聞いてると、なんとなく気持ちが揺れ動いているところがありそうな感じなんですけど、その点はどうですか？いや、僕は変わらないです。その G1 に対して気持ちは全く変わらないです、これはもう一昨年から、なんで僕は勝てないんだっていう、ところから始まって、去年優勝して、で今年、こういう、今いろんな状況じゃないですか、こういう状況でもやっぱりみんなを楽しませたいっていう、その部分でやっぱり今日ちょっと足りなかったかなと、そういう部分がやっぱ自分にはまだ足りないんだっていうのを実感しました、その試合だけ見るんだけじゃなくて、もっとやっぱりもっと盛り上げられるかな、やっぱり久々に、来る、会場だったり、来る人たちもいるだろうし、生でそういう機会がやっぱ減ってるんで、その部分でやっぱり足りないかなっていう気持ちの揺らぎはちょっとありますね。ここでは揺らいでるかもしれないけど、僕はその G1 に向けては一切変わってない、気持ちは変わらないです。絶対に優勝します。自分で言うのもなんだけど、昨日はすげえ調子良かった、で今日は捕まってしまった。このね、波がいらないんだよね。常に棚橋は高いレベルで安定したパフォーマンスをしたいと願ってる。でもこれがそれがこう数年できてない、じゃあどうすればいいか、この位置で走り続ける、大丈夫、コンディション上がってきてるから。物語の結末は俺が決める。
おい、誰が弱いって、おい、弱いからやめちまえ。今日負けた奴らが弱いんだよ。おい、お前らのな、好きな通りなんてな、俺は絶対なってやんねえからな、おい。